アローラガラガラの技、見玉崩しを使って、トラッシュされたのが、シェイミプリズムスターであった。この時、シェイミプリズムスターはロストゾーンに行くが、見玉崩しのダメージは発生するか。ズガドーン GX の技、びっくりヘッドで、4個分のエネルギーになっている超ブーストエネルギーをロストゾーンに置いたとき、ダメージはどこまで伸ばせるか。ダブル無色エネルギーが2枚ついた相手のポケモンにシガリガーの技、ダブルニッパーを使った。この時、相手のダブル無色エネルギーを2枚トラッシュすることはできるか。アローラガラガラの技、見玉崩しを使ってトラッシュされたのがシェイミプリズムスターであった。この時、シェイミプリズムスターはロストゾーンに行くが、見玉崩しのダメージは発生するか。正解は、発生する。プリズムスターのカードはトラッシュされる場合ロストゾーンに置くというルールであるが、トラッシュされるという対象として選ばれるとき、支障をきたすわけではない。そのため、ここでは、シェイミの HP 分のダメージを与えることができる。ズガドーン GX の技、びっくりヘッドで、4個分のエネルギーになっている超ブーストエネルギーを、ロストゾーンに置いたとき、ダメージはどこまで伸ばせるか。正解は、50ダメージ。ポケカのエネルギーの紛らわしいポイントである何個と何枚の関係。今回、超ブーストエネは4個分の作用だが、びっくりヘッドは枚数で計算する効果。そのため、ロストした1枚の超ブーストエネの分、つまり50ダメージしか与えられない。ダブル無色エネルギーが2枚ついた相手のポケモンにシガリガーの技、ダブルニッパーを使った。この時、相手のダブル無色エネルギーを2枚トラッシュすることはできるか。正解は、できる。こちらもエネルギーに関する問題。ここでの争点は2個トラッシュの扱いである。ダブル無色エネは1枚で2個分のエネルギーとなる。ここでは2枚ついているので計4個分。このエネルギー4個分のうち、蒸気の図のように2個を選んでトラッシュするということが可能で、結果的に2枚ともトラッシュするということができてしまう。先ほどの問題と合わせて、枚数、個数の扱いは注意しておこう。さて、今回も全問正解できた方はいただろうか。新たな動画シリーズの展開も始めたため、クイズ動画は週1回の更新とさせていただいたが、新たなシリーズ動画も、よければチェックしてみてほしい。それではまた次回。